DCC。 みんなからはタニアだったりトニーって言われてます。普段は DJ とモデルと、まあ、イベント企画したりしてます。よろしくお願いします。おすすめの服屋は渋谷の桜ヶ丘にあるシーンっていう古着屋が、友達に教えてもらったんですけど、まあ、ニューヨークの2000年代の古着、まあ、ユーロも多分 US もどっちも置いてあると思うんですけど、結構オーバーサイズで、まあ、僕が好きな感じのテイストで気に入ってます。この前行ったんですけど、コーダという池尻にある、まあ、レコードバーなんですけど、めちゃくちゃ雰囲気良くて気に入ってます。好きなブランドはナイキです。もうありすぎて絞るの難しかったんですけど、 DJ の僕が一番好きなセオパリッシュっていう DJ がいて、その人のファーストアルバムのファーストフロアっていう曲、もう最初聞いて何これって思ったんですけど、その人の DJ プレイを見て、あ、こういうことだったのねっていう風になんか初めて解釈できたというか、僕のお気に入りの一曲です。好きな映画は、僕はもうギャング系の映画が、マフィアとかが大好きなんですけど、5歳ぐらいからもうお母さんの横で見てたスカーフェイスです。アーティストとかだとすごいいっぱいいるんですけど、あえてアーティストじゃないところで言えば、最初モデルをやりたくて参考にしてた人みたいなのがレディースなんですけど、まあ、富永愛でしたね。僕はすごい本も読んで、なんかいろいろその時テレビも出てたんで、めっちゃ観察して、なんかモデルってどういう職業なんだろうっていうので、どうやったらできるんだろうみたいなのをすごい教わって、でなんか前 2,3 年前かの機会に、なんかコレクションで一回同じに、なんか富永愛さんも一緒に出て、そのショーにで、その時にすごい、なんだろう、めちゃくちゃ綺麗だったんですよね。本当にこんな綺麗な人いるんだみたいな、憧れであったし、実際に会ってみてもっとかっこいいなって思ったというか、富永愛さんを結構リスペクトしてます。はい、ロンドンかもしれないですね。最初に行った時にモデルで事務所周りから始まったんですけど、そこでなんかまあ思ったように全然行かなくて、で去年コロナ来る前にもう一回2回目旅行で行ったんですけど、まあその時はなんかモデルじゃなくて音楽シーンですごい興味があって、いろいろ回ってて、なんかいろんな人を紹介してもらったり出会ったりして、なんか自分の人間性みたいなのもすごい進化させてもらえた場所っていう意味では、今僕の中ではロンドンがでかいかもしれないですね。今モデルと DJ として主に活動してるんですけど、最初はモデルの方が先で、僕がモデルになり始めたきっかけは、最初その自分がちっちゃい頃っていう、まあ自分の肌の色とか、やっぱ周りの人は日本のアジアの中に僕が一人ポツンとこういう、なんだろう、見た目でいたんで、すごいやっぱ目立ったんですよね。でそれがすごい僕は最初コンプレックスで、自分を黒人のハーフって認めたくなくて、まあ、っていうなんか自暴自棄っていうのかわかんないですけど、そういう時期があって、でそれで、でもテレビがすごい好きだったんで、テレビを見てて僕みたいな人も活躍してる姿を見て、そこで夢をもらって、最初僕だから芸能人になりたいと思ったんですけど、まあ、芸能事務所に入るうちに、なんか、じゃあまず芸能人の中でも俳優とかモデルとかいっぱいあって、じゃあモデルやろうってなって、モデルやるんだったら一流のモデルにならなきゃダメだなと思って、まあ海外行ってみたいな感じの手順で、まあ日本帰ってきて事務所、契約して、でまあいろんなブランドと仕事させていただいて、でその中で何でしょう、音楽、やっぱファッションと音楽とか、まあ、そういうカルチャーとかって全部つながってると思うんで、モデルやってる中で音楽のシーンと出会って DJ かっこいいなって思って、もう本当に最初はただモテたいみたいな感じで始めて、で気づいたらもうめちゃくちゃ熱中してやってて、都内のまあクラブとか、いろんなクラブとか、まあ、小箱もそうですけどとかでやらせてもらうようになって、で今はそのジャズっていうものがすごく僕の中の中心にあって、そのジャズを広める活動みたいなのをしていて、本当に今も全然偉そうなことを言えなくて追いかけてる最中なんですけど、あえて言うのならば、もっとバカやってもいいんだよみたいなもっとなんか貪欲に突っ込んで、まあ、今の自分にも言えることなんですけど、壁にも突っ込んでぶち当たって、そこで何回も失敗して
そこから学ぶことがすごいやっぱあったんで、でもやっぱその中でもすごい謙遜してることがいっぱいあったんで、それとかも全部忘れて、なんか突っ込んでいいんだよみたいなことを言いたいですね。リスペクトの精神というか、人に対するリスペクト、どんな人に対しても、まあもちろん人間合う合わないはあると思いますけど、やっぱどんな人に対してもリスペクトの意を心がけるというか、そういう意識は僕にもないといけないと思うし、生活していく上で大事なものなんじゃないかなと思ってます、はい、今本当にモデルっていう、まあ、ものを、まあ、ずっとちっちゃい頃からだった夢を、まあ、とりあえず今一段落して、やっぱりなんか人と人をつなげる職業じゃないですけど、そういう立ち回りみたいなのは僕はすごい好きで、仲間と一緒に一つのクリエイティブなものを作る、そういうことを常にやっていきたいなって思ってます。なんかこれになりたいとかっていう具体的なものは今正直なくて、まだどうなってるのか全然模索してる最中なんですけど、クリエイティブなことを常に最高の仲間と一緒にやっていきたいですね。